ああ、はい。じゃあそろそろランバトやります。じゃあ今日はまあ紅白戦ですかね。はい、じゃあリーダー誰か。お、じゃあ川島さんが。あ、じゃあ今日は川島さんと機械さんですね。
はい。じゃあね、チーム分けは終わりました。じゃあね、まず、ワンピーチームですね。川島さん率いるワンピーチームが、山本、シャル、中野、中島、バイパー、坂本、ヒデ、コマ。これがワンピーチームです。で、機械さん率いる 2P チームが、破天荒、トモザ、ロード、ムナーリ、クレジン、グッチ、お茶丸、ハゲですね。で、今リーダーが順番決めてますので、皆さんリーダーのところ行ってね、ちょっと順番のことなんかあれば、と言ってあげてください。はい、あと参加費まだの人ね、お願いします。参加費ね。まあ、まあまあ、でも、大丈夫でしょう。まあ、時間がなくなったらエキシビジョンなしとかにして、うん。うん、終わるね、多分。はい、参加費ね、遅れると値段上がっちゃいますので、今のうちにお願いしますね。あ、100円です。2です。今日は2キャラ。はい。そしたら、順番決めをしますので、皆さん集まってください。順番決めをします。破天荒、トモザ、ロード、ムナーリ、機械、クレジン、グッチ、お茶丸、ハゲ。今呼ばれた人は、至急カウンターまでお越しくださいませ。来ない人はですね、サブキャラも順番も勝手に決めます。サブキャラまで決めてしまいますよ。いいですか。はい、参加費まだの人、バイパーさん、ムナーリさん、グッチさん、あそこじゃない。じゃあ、どうしますね。同じ人の同キャラはなしでいいですかね。うん、それはなしで。同じ人の同キャラはなし。S は別キャラ扱い。
はい、今ね、順番決めやってます。今日は順番を最初に全部決めちゃいます。じゃあ 2P の方は決まりました。あとグッチさんですね、参加費。グッチさん、
はい、じゃあね、順番決まったので、じゃあやっていきましょう。一人目が山本さんのチュンと、 2P がクレジンさんのリュウかな、ですね。今日参加者は18人ですね。1人2キャラ持ち、メインサブの2キャラ持ちで紅白戦ということです。順番決まりまして、1人目は山本さん、白組1人目はクレジンさん、リュウリュウですね。まあ、サブキャラもね、結構えげつない人もねいるんで、どうなるか全然わかりません。山本さんチュンリー、サブが、あれ、山本さんって、あ、そっかそっか、サブがチュンリー、あ、メインがチュンリー、あ、ってことは何、あ、リュウからってことね。あ、チュンリーから行くってこと、あ、なるほどね、そういうことね、はい。あ、そっか、メインから出してもいいわけだね、進行無視した感じだね。我々の白チームはね、律儀にサブからね、1周目、まあ、S 坂とかもいるけどね。さあ、そろそろ始めますか。じゃあ、どうぞ、一人目の方。さあ、一人目、山本、チュンリーと、クレジンリュウですね。ですね。じゃあ、スタート。さあ、リュウ、チュンリー。まあ、熱い。熱い方のカードですよね、これね。 2P 側がクレジンさん、 1P が山本さんのチュンリー。さあ、画面端追い込んで中足中パン、おっと、おしゃれコンボ、3ヒット。さあ、リュウは波動で押していきたい、波動で画面端に押したい。小、お、体育波動。さあ、ここで龍がゲージ溜まったが、これはフルヒット。さあ、ここでピオルマちょっと運がないか。さあ、残りがわずか、ゲージもちょっとないので、竜厳しいか、画面端追い詰められると厳しい。さあ、ちょっと落ち着いたが、と飛び越し投げ、あれ投げ返せない、あれね、強いんですわ、あれ投げ返せないんだ。さあ、というかで勝ったのは山本チュンリー。
2番手がお茶丸ザンギ、2番手お茶丸ザンギ、ここはちょっときついか、組み合わせ的に。そうですね、まあ一応一般的に言われてるダイヤがやっぱり7割以上がね、やっぱりチュンリーって言われてるカードなので、さあ気候天、このカードはダブラリの精度が結構大事になりますが、さあ中継、さあ垂直をすると咎められる可能性があるぞ。しかしこれは弱役レサーバレで OK だが、ここで戦列を吐いていく。あーやばい、おおっと、これは今のは2回転 FAB 仕込めばまだワンチャンあったかもしれないが、うわー、ここで無情の踏みつけ、空中 TBS。 さあ空中 TBS から、さあ山本チュンリはうまい具合に立ち回ってるように見せかけて、実は画面端が近くてひたすらぴょんぴょんしてるが、ここは音がめパイルが打ち身がなくてそのままフィニッシュと、ごめんなさい、マイク落としました。さあぴょんぴょんしてるとさすがにダニーやられてしまうぞ。さあ中継は確定か。さあこれは、さあいいのが入ってピオリーチ、どうする、うわー、バックジャンプ中継が強いが、強いが、こっからどうする。あー、なんで飛んでる。さあうまい具合になぜか噛み合って、これも噛み合ってしまう。さあ来ました、トゥー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 、黒い笑顔を持つ男、破天荒。さあ北斗の BGM とともに黒い笑顔の破天荒、この男、竜使ってる時は優しい感じのパパさんに見えますが、エッサが使うとこの人は黒い笑顔に変わる。さあしかしスト2の厳しさはエッサガなんだよと。さあこれはチューチューが入ってしまう。さあ開幕飛行点、おっと、これは今のはあれですね、バックジャンプしたところにチュンリーが探したので暗いやつですね、美味しいやつですね。さあやはり物を言うのは球の回転力。さあ噛み合う、今日は噛み合ってしまうのか。さあしかし、さあしゃがみ台形はさすがに当たらなかったか。さあ踏みつけすかしからのゲン、これはいい連携。さあこれは代々入っていって、減り方。さあ山本チュンリーはぶち当てることを考えている。さあ踏みつけでうまくノーダメで済んではいるが、さあ出ない、入ってしまう。これはやりに行くしかない、時間的に。さあ しかし上は見ているよと。今のは最後は地上から行ってもよかったかもしれないですね、山本俊里。地上でゼロドットで確かにソニー、あのタイガーももらえないんですけれども、マイアルティのプレッシャーを生かして、さあこれは投げが最大、しかしもう一回暴れる。さあ球が、さあうまい具合にいなしているが、おお中元いいのが入って、さあいい具合の試合展開になってきたが、ゲージは溜まった。しかしここはお仕置き、黒い笑顔の破天荒勝利。はい、1P2 番目がヒデ DJ。 ヒデ DJ ね、ヒデ DJ、まあ、あんま見たことないですよね。うん、ヒデ DJ ね、これはサクッと終わらせておきたいですね破天荒さんにね。
だあの気候とエアスラのコマンド同じですからね。あ、まあ、確かにサメは早そうですよね。やってることはチュンリと一緒、うん、一緒っす ね、まあ、一緒っすね。やっぱやってることはね、なんかね一緒っすね。そう、気候打って投げるだけというね、うん、DJ も同じでしたね。はい、飛んでくる飛んでくる。あ、飛んでこなかった。さあ気候拳を連打する。さあ気候拳連打連打。さあ残り体力が、はい、おっときっちり対空。いいですね、いいですね。これはどっかで、どっかで飛んでくる。それをしっかり落とせれば。見てますね。はぁ、さあそう、画面端を追い返したい、追い返したい、追い返したい、追い返した。タイガー、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 タイガー。で、これは間に合わない。おっと、うん、ここで落ち着いて対空。破天荒さん勝利。さあこれで追いつきましたかね。追いついたかな。そうだね。3人目シャルベガ、シャルベガ。これどうなんでしょうね。 X 同士だったらね、なんかベガ有利っぽいですけど。さあなんかあっという間に決まったぞ。なんかどうやってピョったんだ今。見てなかったんですか。見てなかった。あ、見てなかった。まあいいや。見てたように見えたんですけど。見てたんだけど、なんかこうなんかいろんなことを考えながら見せたから。なるほどね。マルチタスクができなかった。そう。お、お。ちょっと慣れがね必要ですよ。そうだね。当たるんですねこれね。これね。結構タイが避けにくいんですよね、ベガ。ああ。なんか餌でもやりづらそうだよね。そうですね。これもうきついですよ。これまあきつい。あっと、これなんだこれ。オークベガ、オークベガがこれ。オークベガしてる。オーク。山手線。極外くらいオークしました今ね。ちょっとね、結構山手線でしたね。ああ。ハゲダル。山手線はやっぱりあの山手線は炎の転校生がも、ね、元ネタなんですかね。わかんない。山手線パンチっていうのがあって。え、何それ。往復する技なんですけど行って帰ってくるっていう技があって。あ、できるんですかね。お、なんかそれ、ハゲさんね、それっぽい感じにはなってますけどね。あ、それっぽさ、今の中継かなりそれっぽさ高まってましたね、うん、あ、それっぽさ、なんかそれっぽい動きをすれば結構、ね、あ、いけてる、いけてる、知ってるもんか。あれ知ってる、知ってんのかな、これそれっぽくなってきたな。あ、それっぽい、なんかドリルが、あ、それっぽさ、ドリルをちゃんと低く当ててるのが偉いっすね。あ、それっぽい、インフェルノはないけど、あー、それ、あ、どうどうどう、投げろ、あと、いや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 、あー、いやいやいや、そういうの、そういうの、そういうの、ワンマンのチョップは、そういうの、そういうの、往復しない。最後の最後でなんかミスったような気がするぞ。いやー、今のしゃがめたと思う。しゃがんで微妙なとこですね。ちょっと微妙だったかな。うん、いやでもそれっぽさすごかったんで。あ、なんかあの中キックとかそれっぽいね。それほら投げとかもね、それっぽい。画面端は、あ、それっぽい。あれでも強度で打った方がいいんじゃないかな。あ、それっぽく落としてる。いいですね。あ、今の、今の連携すごくないですか。あの安全連携って言われてるやつですよ、ね、あれ。コパンでしっかりき繋いで、あー、めくりが、はい、あ、ハゲさん動きいいっすよ、これ。これ期待できるんじゃないですか。こいつは、こいつはたまげた。これはたまげたね。大したやつだぜ。あ、ほら、画面端のこの、ね、あ、あ、まあまあ、これよくある読み合い、ね、よくある読み合いなんでね。あ、いいガード。おっと、まあまあまあ、いいですよ。おっと、これいいですね。これいいんじゃないですか、なんかこいつはたまげたやつだぜ。あーあと、ふんわりジャンプ。あ、でもバカになる感じもそれっぽい。
さあここはしのいで、イーデンパンチ、そうですね、イーデンパンチそうそう、ああ画面端持ってった、これどうすんだどうすんだ、ああまたしても売れっぴれっぱ、でもなんか安く済んでる、あーあーっとちょっとネタを食らってしまいましたね、しかし最後までそれっぽかった、うーん、わこれはむな、うん、誰だ、むなりさん、むなー、むなーりさん、あ、俺シャルさんのつハゲさんの次は、あ、ごめんなさい、僕です、はい、ハゲ、ベガベガですか、あ、見方が全然わかんないんだけど、あ、なるほどね、はい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 、そういうことですね、わかりました、で、機械さんが、ベガですね、さあ、ベガベガいって、あ、これは固めな感じ、あー、ならない、まあ、一旦下がって、これは見てからバックジャンプ、なんか固めて、ミドルからダブルに返しにくい、連携、下段刺さる、ダブルに投げ返す、投げけみがない、さあシャルベガがこっから、白い方がシャルベガ、下段2択は2、あー起き上がりは投げ返す、さあスパコンが、スパコンが出なかった、出なかったっていうかパンチをしてましたよね、さあわかんなくなっちゃった、あーこれは先ほどされてめくりは表なんですね、あー刻まれて、さあ画面端はめんどくさい、刻む、ちょっと浮いて逃げて相手の矛先をずらす、投げはいけない、ちょっと待って、ああ中段ガードしてる、でも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 体力がなくなっ、あっとパーナーして当たらない、逃げる、うまい、拾ってどうすんの、そっち投げができない、ダブル2から投げられる、投げられる、じゃあロードさん、S ケン出た、特別ルール来ましたね、 S ケン、さあですが、あー避ける、避ける、バックジャンプ対処理は当たらない、波動拳踏んでしまう、置き攻めにはいかない、下がる下がる、下がって、あくまでも遠距離戦だが近づいてくるのは、出が飛ばれて、はい、ポンポンポン、あ、かっこいいことやろうとした、結果結果け、け、飛ばれて、なんか死にそう、死なない、大丈夫でした、あーっと竜巻で荒らしていく、打たない、打たない、これしっかり見てから出せるんですね、さあ今度はゲージをために走るシャルベガ、ゲージさえ溜まれば波動拳連打も怖くない、歩いてくらって、さあまたしの飛びはどっかで狙っているが、これは安く済む、波動拳、超波動拳、潮流で落とされて、めくりがなんかすごい技でめくった気がする、投げられて受け身がな、投げる、深すぎた、んーと昇竜めくりが今度はしっかり当たらない、でもゲージ止めが目的だから問題ないから、問題ないから、さあダメログキックずらしてミドルキック、竜巻はガード歩いて中足、波動拳打って当たらないけど、お互い何もない、投げられる、さあ何かがある、光ってる気がする、波動拳飛んで、さあこれは相打ちになる、投げにはいかず、ずらしてミドル、大ミドル、グッチさんじゃない、うん、グッチさんだね、ホーク、ホークね、グッチさん、ホーク真面目に
グッチホーク。さあ、いけるか。さあ、大キック。大キック。近づけば、ホークの中でも、ハメはかなり難しい高難易度。画面端に行っちゃえばね、いいんですけど。さあ、画面端は近い。近いが、捕まえられるかな？いけるかな？いけない。めくられて、画面中央。これは、めくり、ぽい。ちょっとわかんない。台形台形と押して、下がりすぎないように。台形で差し返す。マジか。台形台形、やはりでも部がちょっと悪い。差し返し、押してはいる、押してはいるので、前、ああさあいったから、難しいやつ。しかししっかり中継でフォロー入れて、昇竜もはい浮いて逃げる、浮いて逃げるが、もう体力がない。さあ開幕は返り討ち。ああ、行くと見せかけて下段安全。上はしっかり2段。さあこれは拾う、逆に行っちゃうけどどっか行く。さあうろ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 、当たるけどはめれない。台形で、台形で逃げはとがめる。これはサイコが入って安全。5番5番。さあいけそうな気もしてきた。いけそう。あー、大ミドル入って、これは拾われからの、削れない、削れない。おっ、じゃあムナーリさんの竜龍の方が強いんじゃないか、キャラ的に。友田さん、なんかさっきいた気がする。台形から波動拳浮いて逃げる。さあ引っかかってしまって、めんどくさい。さあしかしここは一旦下がるのが胸あり。上垂直か、波動拳。さああまり波動拳打たず、打ったところにしっかりヘッドプレスから食らって、これは抜ける、ガードしている、繋がらない。刻んで逃げるでしょうね。さあやりにいってる、ずらしてダブルに前ジャンプで回避。なるほど。さあ、あー、昇竜ばらまいてみた。あーっと、やってみたユーチューバー。あーっと、ゲージたまんなかったね。ゲージがたまったら真空出るように多分入れてたんだと思うんですけど。はい、友田さんの、違った、逆、坂本さんのガイルがメインなんじゃないの、わかんないけど、サートがメインだそうです。申し訳。波動拳、うなりおじさん、ガイルをいじめるのが好き。あー、クソ技来ましたね、来ましたね。でもあれ、レバー入れ大キックで返せるっていう噂ですね。レバー入れ大 K のなんだっけ、逆にリバーススピンキックで大ゴスは返せるんですね。はい、相性がいいんです、あの技。そう、あれを一方的にドンって潰すんですよ。そうですよ、ダイゴス、まあだ、そう、ダイゴス来るなって思ったらリバーススピン入れると、なんか一方的に返せます、相打ちとかじゃなくて。あれは出てない竜のタイミングの問題だとは思いますよ。あのリバーススピン出る前に多分食らっちゃったらダメなんで、ああいう感じでちょっとガードというか、なんかそう、近めじゃないと出ないんで、ああいうちょっと投げのちょっと外から投げ分けの技を狩るようなダイゴスっていうのはリバーススピンで狩れるんですね。はい、であれ返す技ないのかとガイル側が言って、
無敵さんがあるよと、無敵ガエルがあるよと、リバーススピンで返せるんだと。はい、さあ5番、手が5番どこですか。5番、駒さん、ザンギですね。ザン、あ、逆ですね。 X 音だと S 音だなんですね。なるほどね。昇竜拳ですね。だってね、あのダイゴス返せないでしょ、ガエル。そう、あのダイゴスきつすぎるということで、あ、リバーススピンがソリューションだったと。まあ1点読みの確かにな。あれでも真空とか食らっちゃうんじゃないのそれね。食らいますよ。あの第5真空にはボー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 とか言って食らっちゃうんで、ね、いや第5巣のところで潰せるから。あ、そっかそっか。自家真空はダメだけど。あー、じゃあ言っちゃいいかもしれないね。リバーススピンちょっと一回やってみてください。やってみて、じゃあ今度使ってみるわ。そう、リバーススピン、しかも超大事な場面で。そう、やってみて。ここぞって時に使ってみるわ。おすすめ。まあいいや、ムテガエルが言ってたから。ほんと、じゃあちょっとやってみますわ。そうらしい、らしい。さあ、本田さん、じゃあ本田龍か。まあ終わってますね。まあ終わってはないと思うんですけどね。まあ龍側の対処がうまいとちょっと本田はねきついですね。きついですね、特にこの状況。いけそう、いけそう。特にこの状況、こっから、あ、いけそうな気がしてきた。ダメー。あー、投げー、結構絶望的だな。まあわかんないかな。ちょっと我慢で、我慢で押してって。我慢のゴルフ。我慢で押していくと、おっと、いや、今はいい歩きだったんだけどね。さあ、6番が俺だ。川島のザンギ。川島ザンギ。これ、リュウさん結構やってんじゃないですかね、これね。川島さんのザンギは、何でもやってます。あのね、ずーっとダブラリで待ってるんですよね。ダブラリ全員一なんで、まあ、ダブラリ出すの多分一番うまいでしょうね。そう、ずーっとあの間合いで避けてみたいだね。で、結構欲張りさんなんで、欲張りさん。そう、あ、でも今日はなんか調子が悪いのか、ダブラリ。いや、わかんない。まあ、わかんない。あー、あと連キャンジャンプも好きですよね。あー、あー、やっぱりできる。これね、だってしかも今のなんかコパンコパンって引きつけてからシュッて出してたでしょ。どんだけうまいんだよ。これね、カワシムの残儀にはね、あの起き上がり攻めらんないですよね。あのすぐだ、リバーサダブラリすぐ出すから。すぐ出すしね、しゃがみダブラリも出すしね。めくりとかいけないんでね、うん、そこ注意、そこは注意なんでね。あーっと、しっかり落とす。あ、そう、いやー、やりに来た。あ、いいガードですね。ムナーリさんも、あー、いい攻め。画面端は辛いですよ。あー、出しちゃった。あー、出す。あー、ほら、リバーサルじゃないけど出したね、今ね。なんか出て出て、出ますね。あー、弾きに行った。あー、吸った。お、足から吸いに行った。友田先生のバイソン。あ、バイソン。あ、はい、ちょっと当て方が良くなかったな、俺な。まあでもこれね、なんだかんだバイソンね、いけるんで、これは、ね、なんだかんだいけますね。なんだかんだよ。さあ、おっ、わあ、死んだ。なんだ、アントビしっかりしてない。生きてるよ。生きてるよ。どっこい、どっこい、生きてる。さあ、これ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 、この押しが大事。この感じね。そう、あー、ダブラリー。うん、こうですね。もうそろそろ回れないですよ。で、このね、下オアの後にこう合わせてくるんで、あー、めくりに行く。出る、出る、でも死なない。画面端行っちゃった。あ、大丈夫か。いや、大丈夫です。ガードが硬いぞ。さあ、こっからね、あと3回ぐらいオーバーしないと。あと2回、あと2回のオーバー。あと上でした。上でしたね。上、あそこで大足なかなか出せないです。あそこで大足はなかなかね、なかなかね、出した瞬間もあるしね、見られてたら。うっ、うっ、としっかり
できない。しゃがんでた、しゃがんでた、えらいえらい。ちゃんとね、確認台足つなげればいいんですけど、難しい。おわおわ、さあ、押して押して、さあ、画面端までいかないのが大事。できない。おわ、あー、ユーチューブは悪くない。ヘッド、ヘッド下がる、当然、当然の話。あーと、吸った。今のはなんか、式やっぱ潰しましたね、今ね。なんかね、呼吸がぴったり合ってしまった。あーとっとっとっと、あ、これは暴れない。あー、ほら、ほら、見たことか、ほら見たことか。あ、なんかやりにいってる。ヒット確信のダブラリでしたね。そう、これね、置き攻めできないんだよな。あー、死んだ。あ、あっと、あっと、これはちょっと分かんない、分かんない。スパコンが、スーパーコンで投げ、はい、あー、今パイルに来たのかな。欲張ってやりに来たなぁと。ここでバルログ誰かいたっけ。あ、中野さん、中野バルログですね、これね。まあ、トネピンですね。さあ、あー、トモザバイソン動きがいい。これは動きがいいぞ。ちょっとこれ、みんな抜かれちゃうぞ、これ。さあ、これはなんか、どっちも使わないんでよくわかんないですね。さあ、なんか、これなんかある前からなんかこうチクチクやられてるとバイソンなんかやることがないような気がするんですよね。僕あれ返し方まだわかんないです。さあ、スライディング、遠目スライディング。さあ、こっから、あーっと、ここで POT1 位に、おっと、おーっと、ナメプレー出ましたよ、これ。ナメプ来たよ。ナメプ出ました。バイパーさんのガエルですね。バイパーさんのガエルですね。これ、まあ、バイパーさんはね、多分リュウトをやりたいはずなんでね、チッチッとかって言ってますよ、多分。まあ、リュウでしょうね。あ、悪くないですね。悪くないけどダメージが奪えていない。悪くないけどね、ガエルはね、この状況はきついんですよね。もうね、どうすんのこれ、絶望的。あー、うん、まあ画面端に追いやられないように、なんとかなんとかソニック打たないといけないんですよね。で、まあこれ開幕、あ、これ開幕、ほら、ガイル勝ちましたよ、これ。これ下がりすぎちゃダメなんですか。そう、下がりすぎるとダメなんでね。もうあっという間に画面端で、ここで追い返す、追い返してる、追い返してる、追い返してるよ、してる、そう、そしていいですね、自分、あたー、当たりすぎ。ちょっと今の当たり方はね、はいはいはい、4ヒット、ちょっと運が悪い当たり方ですね。ホンダ、ホンダ、さあ、え、ホンダ、ホンダは誰、中島さんのホンダ、中島さんホンダ。さあ、ホンダ止めれんのか、これ分かんないっす、止めれんのか分かんない。あ、大パンでしたね、開幕大パン。お、これは、これどうやって崩していくんですかね、ホンダはね。どうするんですかね。あれ、あ、いや、あそこで入れてましたか。どうするんですかね。どうすればいいんですかね。どうすればいいんでしょうかね。これ多分この状況を作んないといけないですね。そうですね、この状況。ん、うん、フォー、フォーでしたね。あ、悪くない、悪くない、うん、悪くない、うん、いいですね、一応、うん。さあ、いけるのか、いけるのか。さあ、どうするんですかね。画面を作って、
あーっと、ずーしい、ずーしい。あ、あ、なんかめくった、めくって、あー、でも溜まってますね、溜まってますね、これね。さあ、左右入れ替わって、あ、なんかホンダ、なんか急に溜め始めた、溜め始めたぞ、なんか悪くない、悪くない。あと、あと、あ、溜めたい、溜めたい。ただ、溜めたところでなんかなるってわけでもないし、みたいなね。いや、まあ、なんとかなりますよ。そう、10は、10は誰ですか。10は山本さんの竜でしたね、はい、と、ここで2周目に入りましたね。そうですね、逆だ、逆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 、こっち、こっち、逆、逆、そうですね。さあ、はい、1P 側が2周目に入って、はい、山本さん、ここからメインラッシュですね、メインラッシュ。さあ、どうなるんでしょうかね。まあ、今5分、まあ、2P は最後なんでね、1周目の、はい、まあ、大体いい感じですね。さあ、ただ友座バイソンを誰が止めるかと。そのうち止まるよ、まあ、そのうち止まるんでしょうけどね、バイソン止めるって結構ね大変だと思うんですよね。11はこれ僕ですね。キャミーは無理じゃない、うん、あー、そう、フリキャラがね、キャミーは無理でしょうね、バイソンはね。さあ、なんか友座バイソン動きがいいぞ、やりたい、やりたい放題。でも、ゲームスギじゃ、さあ、溜まってなんとかしてほしいですね。うわ、これはアントビからの投げる、投げに行きましたね、今ね。削るかと思いきや投げ、これが強い。お、昇竜から表、おっと、ちょっと早かったが、さあ、下がって、下がって、バイソンは、バイソンはすぐ溜まっちゃうぞ、これ。あー、昇竜、さあ、溜まった、もう溜まった。さあ、アントビからニョキ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 やって、投げて、ニョキ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 、ヘッド、ニョキ、あー、しかもあれガードになっちゃうんだよな、ねー、はい。さあ、友座バイソンやりたい放題だな、これ。やっぱニョキが当たるとね、結構気持ちよくなっちゃうんですよね、なんかね、気持ちよくなっちゃうんですよ、これ。ちょ、調子乗ってきましたね、これね。さあ、ここで、んーと、中野キャミー、まあ、トネピーですね。最近キャミー使ってるのあんま見てないですけどね。まあ、ただこれは結構きついと言われてる組み合わせだけれども、中足で結構止まるんですよね、これね。さあ、あと、ここからフーリガン、さあ、もう一回行ったか、ニョキ。さあ、アントビミスってたけれども、それをつかみでフォロー。まあ、キャミ起き上がりが遅いんだよね、これ。結構ね、ミスっちゃうんですよね、アントビ。さあ、厳しい。これはどうする。中足で止めて、止めて、止めて。おっと、ニョキで反対側行った。さあ、どうする、どうする。さあ、スパイラルの戻りにしたわ。勝ったのは友座バイソン、なかなか止まんないぞ、これ。さあ、12は次は、誰、 S ホンダですね。 S ホンダ、さあ、さっき X ホンダとやってるが、 S ホンダ、 S ホンダはどうするんでしょうね。 S ホンダどうするんですかね。お、お、お、基本一緒なんですかね、よくわかんないですね。うーん、ちょっとわかんないですね。うん、抜ける、なんかあのコパンでシュ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 とかやんなくていいんですかね、あれね。お、抜けて、おー、あーと、おしゃれ、おしゃれコンボ風、風、おしゃれコンボ風、あんなコンボあるんだという声が出てますが、あんなのありません。つながるんですかね。いや、多分つながんないんじゃない。俺見たことないもん、あれ、あの4ヒットは。下がってますね、下がってますね、下がってますね。あーっと、ここで出してきた。まあ、あっと、当たんない。あー、やりすぎまーす。短波に合わせたが、アントビちょっとミスったか。投げる、おっと、ここで掴む、まあ、投げ強気。
まあ投げますよね。まあ下段もあるしね。下段もあるからな。下がって下がってどっかで適当に突っ込むと。適当に突っ込む。適当に突っ込む。下がって適当に突っ込む、まあ、はい。下がってジャンプで下がって適当に突っ込む。なんか当てて嫌がったところ突っ込む、ね、適当に突っ込む。下がって突っ込む。下がって結構ね、掴みタイミングはかなりいっぱいいますから ね、バイソンね。下がってなんかなんとなく、ああまたしてもこれ高くない、これ起き上がり出すんじゃないか。出すね。今度は何もしない。さあ体力はほぼ、おっとここで掴む。あのあーっと投げられて、あと行く、行く、あと、あれ、あと行けないのか。行かないんですね。なんすかね。あと、あと、おっとこれなんだ、技名つけたいですね、今ね。いや、なんすかね、スパコン入れてる最中に食らったみたいな感じでしたね。前の、前入れのガチャの1回目の前で食らったみたいな感じの感じでしたね、今。スナイパー的ななんか ね。さあさあ、こっからダルシーがもう2周目入りましたね。クレディンさんのダルシーさん。さあ、ただ当たるキャラがちょっと S ホンダ慣れてないとちょっときつい組み合わせ。マジでただのわからん殺しされますからね。わからん殺しされる時もね。あーもうこれ、あーこれね、あーでメリーゴーランドかな、違う、メリーゴーランド思ってから言ったね。まあ、本田戦ね、対空とかもむずいですもんね、これね。はい、あこれはね、中パンチ早め中パンなの、あれそうですね。開幕結構ね、張っとかないとやっぱいけないんでね。さあ、つないで、あとここはきついな。危ない。さあ、ただこっから こっから完全対応していけば、完全対応していけば、あーそれ、下中、下パンチじゃないとね、ダメなんですね。お茶丸さんが本田ですって。さあ、お茶丸くんの本田、まあ、X 有利なんでね。あ、これ X 有利なの。そうですね。あどの辺が機動力です。あ、機動力、はい。あ、そうなんだ。あと、頭突きの速さ。あ、下段でピヨッター。さあ、お、相打ちになる。コパンで落とす。相打ちになる。相打ち、相打ちになる。これ相打ちになる。相打ち続けてたらどうなんのかな。ま、いや、ラウンド取られてる方が、そうだよね。うん、なんですけど吸われて死んでない。借りて借りて、さあ開幕は下がって、あー張り手で削ってきますね。ここから守っていけばいい、まあそうですね、いいんじゃないのかなとか言いながら攻めてます。とか言いながら、いや意外とでもこれ攻めるのいいんですよね。あ割られて表から暴れてる。なんか取れ、なんかよくわかんないが、とりあえずボタンがいっぱい押されている。攻撃がいっぱい出てるぞ。そうです、ね、攻撃をいっぱい出しておけばなんかこれ結構いつか打ちになるぞ、ね、あー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 と起き上がりなんか出してたのか今は。さあ勝てそうでしたけどね。おー、まあいい試合でしたね。なんかね、まあ駆け引きとかよくわかんなかったんですけどね。まあ見てて面白かったっていう面では駆け引きがあったかはちょっと良かったんじゃないでしょうか。言わないでおきましょう。さあ、ホンダの天敵竜。さあ、ただ S ホンダなんで、まあどうなんでしょう。 S ホンダはね、なんかいける感を出してしまってるこうキャラプレイヤーが一人いるけど、いるんで普通はいけない。本当はいけないんだよな。本当はいけないんですね。あれはただ人で勝ってるだけなんで。顔パスなんだよね、あれ。顔パスただのね。勘違いしてはいけない。あ、来た来た来た。これね、リュウも結構プレッシャーあるんですよ、あの辺で。そうですね、出足払いも早いし。そう、コパンで潰れるし。あっと、これで、あ、今のはね、今のは永田スペシャルの方が良かった。さあ、どうなの、どうなの、これ。あーおーっと、今、昇竜のスカリは少々張りてから、うん、投げるか何もしないかジャンプするかのあの永田ムーブのしどころだったと思います。そうだね、そうですね。あそこでやっぱ入れるか入れないかが大事なんですね、やっぱね。少々張り手だと思いますね、あそこは。
さあこれは辛い。これ永田さんですらこれこういう状態になってそのまま死ぬとこは結構ありますからね。まあこの辺は多分ね誰がやっても同じですね。あーこれはさすがに今日きつかった。13ってどれですか。13、あ、カーシムさんのダルシムって書いてある気がするけど、いや、カーシム、え、早くないかこれ。カワシムダルシム、あれなんかちょっとこの次が中島さんのガイルなんですね。ちょっとここダルシム出てきちゃいましたよこれ。勝ちたがりオーダーですか。勝ちたがり、勝ちたがり、これもしかして勝ちたがりオーダーじゃないですか。勝ちたがりか、ちょっと待った。あれ、まあ破天荒さんがねやってくれるんではないでしょうか。やってくれますね。まあ、はい、竜ダルシも意外とありますから。そう、うん、繋がってなくてどうすんの。行かない、行かない。大人のコパン、あ、見てから見てから見てから今の投げて受け身がなくて出た。しかも裏かと思ったらその前に出る真空から避けて、はい、その場これありますね。さあ、ああ、あ、なんかこれちょっと慌てて、ちょっと慌ててるかも。噛み合いの K が、噛み合いの K、 おこれは K、 あ今惜しかったな。ありますね、噛み合いの K が、これは K、 あ、これはしっかり、お、さあ、ただ真空を貯めればなんですけど ね、 なんだけどね、まあ、やっぱりこう噛み合い、噛み合わせやっていくっていうのがね、リュータルシムあるんで、まあ、たまに飛んどけばね、ズームパンチの戻りとかになんか3段入るかもしれないしね。あるあるそれなんかすごいタイミングでマジ、うん、そんなジャンプあるんだ。そんなジャンプたまにある。裏、これはピオルね。まあ、めったにないけどね。投げる、ザンギとかならね、そういうのあるんだけどね。ジャンプ低めのキャラだとそうだね、ズームパンチのもあるなんか。リュウ、ある、あのジャンプ見てからズームパンチとか打ってるとあるんじゃないかな。ある。ハゲさんのあれ、ハゲさんなんだっけ。フェイロンですね。あー、フェイロンだったか。これバローにしときゃよかったな。フェイロン一番うまいですからね、ダルシムこの人。あー、そうなんだよね、これキャラ隊になっちゃってるからな。キャラ隊が上手ですからね。普段こう結構あんなに、そんな無茶な動きって思うんですけど、まあ、ことフェイロン戦に関してはかなりすごいいい動きなんですよね。やっぱりあとね、大キックの置き方とかがうまいですね。あー、危ない。ガードをしっかりしている。まあ、読み合いを理解してますよね、しっかりね。ここでこうなってるっていうの分かってちゃんと勝負に行ってますよね、毎回。まあ、そう、分からずにね、勝負しちゃうとやられてしまうんで、逆に。そうですね。そう、え、ガードから、あ、いいですね、今の中継で暴れるのとかも中継か分かってますよね。落として、あの前はショーパンで絶対落ちるのかな。さあ、さあ、フェイル悪くな、ね、フェイ、今インフェルノ狙ってましたマンですが、あー、打撃マン、そしてガードになる、ファイヤー打つ、ズームパンチもガードいいですね。いいガードしてるんですけどね。あー、惜しいね。これは確定していた。機械さんの、いや、うん、竜なんですね。いや、竜なんですね。機械さんは竜なんですね。はいはいはい。まあ、しかし KKY さんを倒すのが趣味なので、ここは頑張っていただきたい。飛んで、これは抜ける。さあ、先ほど言っていた奇跡のようなジャンプはあるのか。さあ、ジャンプはいろいろばらまいてはいるが、なかなか奇跡の瞬間にたどり着けない。あー、インフェルノーもらう、いてー、どっか行っちゃう。ガード、カワシムが固い、らしからぬ固い。さあ、ショースラで抜けてズームパンチとかを狙ってる感じの動き。
ガード上に行って、さあ大キックが置いてあった、折り際に台形、さあバックジャンプ、ゲージを作ってから勝負にしたい。さあ貯める貯める貯める、貯めてるふりしてたまに波動拳も打つ、ドリルで抜ける、上も来る、ずらしていく、ファイヤー打って、さあ溜まったが台形置いてある、スライディングで逆タクしに来る、その場合に出る、投げ返される、インフィールドをしっかり出す、投げに行ったが勝利で割って、あしあー連キャンができつながらず、あーこれは台形に真空。さあダルシム戦ワンチャン作る動きを心得ている機械竜、さああーうまい台形、さあ店長から教えてもらったのか、ガードガードガード、波動拳で相打ちを繰り返す、総裁、さあドリルで抜けて危ない、受け身しっかりカクカク台形取られて、さあ先ほどもしかし危ない、投げしない、はい、ということで、14は中島さんですね、さっき言ってたガエル、次がバイバーさんのホークだそうです。さあ花屋さんの中島さんのガエル、フラキン当たらない、総裁から垂直で避けて、総裁ソニック垂直置いてあるが、追い逃げてソニック避けて、避けられ、さあ裏剣入る、これは早めに真空使っていった、竜巻で引っ掛けてダイヤシャドウ、さあちょっと分かんなくなってきた、飛びは昇竜、投げ返す、さあサマー当たって 2P 側に行きたいけど、行った行った、さあでもここはもう無理しない、無理しないですね、さあこれは竜巻下がって波動、裏剣入る、波動波動、安全な位置から波動を打つ、ちょっと踏み込んで、さあ竜巻置いてある、機械竜の動きがいいが、これ危ない、大丈夫、 2P を確保、これは真空を持ってゴリゴリ、真空をゴリラのように使ってくる、台形、さあ真空の真空のプレッシャーを使ってきましたね、バイバーさんのホークで、その次がシャルサンドバイソンって書いてありますね。さあ、ワイパーさんの僕、あ浮いてる、なんでなんで、さあ画面端は近い、はまるか、はまらない、めくりに行く、めくりに帰ってくる、鮭が帰ってきた、真空あるけど上から来られ、あーわーい、でもそっちはワンピー、おとなしくなった、おとなし、世界が今静かになった、あーそれーいいんですか、そういうことして、さあぬーっと、あーなんか静か、どうすんの、避けられる、街のバイパー、さあまさに草むらに隠れた毒蛇のごとく、あこれは上、
さりげ待ちをしている機械竜、ちょっと踏み込んで、さあ届く、うわー、なんで上からさっきも見たやつ、あー対打ち、痛い痛い痛い。とりあえず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 真空出してゴリゴリ行ってみたけど、ロードさんのね、出馬ということでね、はい、ゴリモンですわっつってね、ということで、さあ出馬、あー開幕、やる気のやる気を見せに行くトマホ、あーこれからはまらない、ちょっとサガットの体が薄くてアパカもあるけど、アパカが読まれるとそうなる、純粋に択っぽい、うーん上、あーあーひどいひどい、あーじいやー俺を助けてくれ、グッチさんのバイソン、おグッチバイソン、バイソン、これはちょっとじゃあ腕の見せどころ、最後負けたチームの最後に瀬尾さんのチュンリーに出てもらいましょう、そうだね、はい、瀬尾さんのチュンリーお助けキャラ、お助けキャラで出てもらいましょう、先に負ける方がいいまであるな、そうだねそれはあるね、技負けもあるよさあお坊さんつって、お坊さん来てくれ、お坊さん来てくれっつって、そう味噌盆が突然出てくるありますよ、おー、はい、グッチバイソン、バイソン、バイソンはやりたくないのかな、いやだそうです、あー、あー死んだ、台で出しちゃったか、あー読んでる、大人の読み、大人、これはつかめる、あ、つかまれる、なんでさあ、でもバイさんまだまだこっからね、あ、なかったなかった穴掘りを、穴掘りの掘ってんじゃねえよ、掘ってんじゃねえよと、相手は下にいないぜと、目の前だぜと、 あれこれ死んだか、ハードラックハードラックあれこれ死んだんじゃない、あもっと早くリバーサル出すと思った、あーどうしよう、やっぱここでちょっと落ち着きを取り戻すのが大事、ね、一回ねちょっと一旦ね、そうちょっと早いって早いって全然早いってあー歩いて弾きしに行った、あーあーっと死なない、これどうするどうする、読み合いどうすんの、下がる下がる、あーっとこれはダブル KO じゃないか、ダブル KO、まあ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 、ドキドキだね、もうブンブン振り回すしかねえ、なんだ怖い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 、怖い、これさっきね上から三角パンチから来たから、めっちゃあーこれね、そうそれをちゃんとねアッパーできればいい、アッパーできれば、怖い、そっからおーおー大丈夫、おーアッパー、おーきた、おーと動きがいいぞ、ジャンプしたの見てね、さあこっからはこっから一回でもね、もうでもゲーしないからねあーあー掴まれて、しっかりやればこれやばいんじゃないか、終わる、あ終わんなかった、終わんない、あ勝ったんだ、勝ったね、勝ったねこれねヘッドは大丈夫か、ヘッド大丈夫か、中ヘッドかな、そうね、うん、さあこれでバイソンバイソンだね、バイソンバイソンでも結構グッチさんやってんの見んだよな、そうだね、結構なんか多分ね好きだと思うんだよね、この次は坂本さんのサガットだかな、17、うん、そうですね、はい、あじゃあこれ結構ね勝った方大きいかな、そうだな、さあ投げて、次は宗織さんのサガットだから投げて、そうだねこれ勝つとかなりアドバンテージっすよ、おわおわ、さあこれね、まあ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 、グッチさんなんかね、わまあでもこれ完全に運ですよね、今のね、どっちが当たるかね、パンパンパン、あ投げ、あこっから、今ごちごちいかない、すげえ投げ方したけど、あーヘッド、新しい連携を出してる、なんかさあリードしてんのはグッチバイソンだね、
や、これどうするんですかね。これね、なんか多分なんかあった。スパコンでと、から埋めて、もりもり減ったな今。危ない。見てるぞ。ああ、バレてた。見てましたね今ね。バレてた、アッパー。それしかないでしょっていう。パン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 。ああ、ゲージ溜めもすっかり美しい。さあ、もう分かんない。なんかごちごちお互い行かないっすね、あの行かないね。ファンからの見苦しいからね。見苦しいのかなあれ。繋いで、あーこれは美しい投げ。あれこれもう死んだね。死んでないね。打たない。あーこれ死んだね。あーこれはね。ヘッドとまあ二択の感じが今ありましたけどね。ヘッドがあるから、ね。一応ヘッドだ。打っちゃダメだな。ね、大ヘッドやってれば。にょって抜けるんで。そっか、はい、なるほどね。ムナーリさんがさあ、ムナーリさんがちょっと渋い顔して七に赴きましたね。さあガットバイソン、ただこれまあきつい中にもやりようはなんかねないです。ないや、あないんだよねこれね。ないですね。たまるまでなんか結構遊べる感じなんで、ほらここまで遊べるんだよ。あもうね、ない。こっからあんまね、ないですね。面白くなくなっちゃうね。あんまりスト2じゃなくなっちゃう。そう、あ、いったいった。やるしかないマン来たな、うん、やるしかないマンだけど、こう、ああ、すごいね。あ、まあ、貯めるまでに殺すぐらいのね。そうね。まあでもね、ヘッドで抜けられてね、すぐ溜まっちゃうんですけどね。さあ、いった。うん、ヘッドで抜けちゃう。あー、返し技がないんですね、あれね。あれね。あら、もう溜まってるわ。これもう、新ゲームの始まりですよ、うん、ストリートファイター2ではないです。これね。大丈夫。トップ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 来たんじゃないこれ。来たか。これはすごい。これある、これあるな、あるな、これアルカン出てきた。アルカンがちょっと今、あ、いてぇ、痛いよ。あ、なさそうだなこれ。いや抜ける。あー、溜まっちゃった、溜まっちゃった、溜まっちゃん、溜まっちゃった。あと、さあ三丁目の、あと溜まっちゃった、溜まっちゃった。あっあと、うん、頑張ってるけど、頑張ってるかこれ。ヘッド、ヘッド。いやー、やっぱりなんだかんだ厳しいですねこれね。じゃあ友田さんがベガで、さあ大将出てくるのは友座ベガ。さあみんなが頼りにしてる友座ベガ。ね、 C って書いてる方ですね。大山ニュートンの大会が大好き、はい、さあただこのバイソン戦に関してはね、トモさんかなりうまいですからねこれね。そうですね、うん、これね、どうやって崩していくのかちょっと見ものですよこれ。あ、普通にやってるとね、なかなか崩せないんですけどね。崩せないね、バイソンって。あ、そうそう、この当たんないね、第デビルリバース。お、ヘッド見ていたかこの男。ずらして、ただこれはガードしてる。ガードでヘッドプレス、あと避ける、ヘッドプレス。あー、そこ打ってくんだ、投げるんだ。あー、投げるんだ。あえての、あえてね、やりに来てますよ。ただそれだけやっぱ苦しいってことですよ多分。おー、変なところで当たる、投げられる。これちょっと流れがあとない。デビルリバース、そしてもう一回、あっとエッグジャン、うん、あー、あーこれはちょっと流れが、流れが悪いぞ。ちょっとね、これ断ち切っていきたいですね。ただ、こっからデビルアウト。さあ、これは反撃がなくて、さあ、こっからどうする。これね、バイソン後ろ下がってるとね、てか、やることないと思うんですよね。やることないですね、これ上からがいい。あー、いった、あー、裏に行って、あー、裏回りからの、あれはダブル2じゃないと裏に回れないやつですね。あー、今のは良かったですね。
さあガードガード投げ て、さあこれちょっとベガペースベガペース、あーっと詳細股間飛び、投げてしっかり画面端しっかり投げて切り返して、さあ今度は今度はおっとこわーなんか痛い、なんか痛いぞ痛いぞ、投げて死なない、さああと一発、あと一発か、どっち、ここはどうなる、どうなる、来るぞ来るぞ、あーガードおっとおっと中盤中足残ったなベガ、さあさすが友澤ベガ、あれね最後のスパコンドよくガードしましたね、あれ ね僕、うん、すぐ出しちゃうけどねなんかね飽きたみたいなね、さあ坂本さんのサガット、さあサガット、あーつらい、ピヨルあとピヨって壊し壊し中足ダブル2からのダブル2からの最高、削り結構削れますねあれね、下がって投げて上から来て、動きがなんかすごくいいような気がするな、上から来て、さあこれはでもなんかベガのゲージがあって安全に来る、あとと、さあ、あいいですね今の上ジャンプも良い、いい感じ、うん悪くない、さあこれは投げ確定か、うわむずいやつ、あと2ドットとダブル2と相打ちで、さあ友澤ベガ粘る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 、そしてきた天敵、天敵シュンリーだこれ、さあ、さあヒデのベガ戦はどうなってるんだ今、一時期はなんかねベガ苦手だとか言ってましたけど、どうなってるんですかね、もうあれからだいぶ経ちますしね、もうだいぶやってんじゃないでしょうかね、さあまずベガはゲージを貯めたい、なんか拾われて投げ返してる、投げか、あーうまい今の、さあデビリバで、さあベガはゲージが、あなあゲージが溜まってる、ベガに前飛び、ゲージが溜まってるので対空な、対空ナイトメアがあるのか、さあこれチュンリーも溜まったぞこれ、まあお互い待ってますね、さあこのままだとベガがめく当たらない、なんかパンチで飛んでる、必死、おあワンポイントサイコが良かったな今、良かったですね、ああ飛び下がって、あーバーっなんか出ちゃう、あーうまい、あ今ネタじゃない、で投げられて下がってところは拾われて、さあっとヒデ死んだか、ヒデ死んだかこれ、大丈夫死んだ、あ突っ込んでったところにサイコが置いてあった、あれこれ対象戦、いやはいこれで終わりです、おっと友澤ベガ強かった、お疲れ様です、お疲れ様でございました、さあ勝ったのは 2P の白チームですね、はい、まああれですね、まあみんなチームのあれですね、結束力が良かったですね、なんかね、なんでこのなんか、なんかね、このなんか大してこうアイディアもないのにそれっぽくまとめようとするのやめてください、まあ、まあとりあえずなんか、ね、なんか言っとかないとなんか締まった感じがしねえかなと思ってとりあえず適当に話してみたんだけど、まあチーム力とか言ってくれて、なんかみんなのじ合いとかしてるし、別にねチーム力もクソもないんですよ、別にそうなんもないのにこう言おうとしないでくださいよ、いやなんかねこう締まんないじゃん言わないと、まあそういうわけでお疲れ様でございました、お疲れ様です、ね、このまったり感がいいですねやっぱね、はいじゃあ 2P チーム集まってみんな写真撮りますよ、はい、勝った 2P チーム写真を撮ります、
はい、じゃあね、ランバトーはこれで終了いたします。Fuck!
Shoryuken!
Round one, fight! Cyclone! Cyclone! Cyclone!
Ah!
ー